ねえねえ、皆さん、こんにちは、金鮭です。今日もロマサガ2、リベンジオブザセブンの動画をお届けします。今日の動画内容です。リベンジオブザセブン、北バレンヌ地方、南バレンヌ地方の先生を探せ、という内容でお届けします。先生探しと同時に、この地方でぜひ入手しておきたい宝箱の場所と、七英雄の記憶の場所も一緒にお届けします。ぜひ最後までご覧ください。そして代々の皇帝とその仲間たちの歌。ではまずは北バレンヌ地方です。陛下、オープニングと同時に始まるダンジョン封印の地。陛下、しばし休息を。皆も頼むぞ。父上の服装、とても戦いにくそうですね。洞窟の奥まで進み、高くなったところの宝箱にグリスナイフが入っています。術防御力を上げるアクセサリーです。封印の地をクリア。自信満々ウォッチマンを討伐。城に帰ると兄上が敗北。敵討ちのため総門の九人衆の館へ向かう。九人衆の館、入って右側の部屋の暖炉の奥に、総門の指輪があります。挑戦し、魅了、混乱の耐性を持つ優秀なアクセサリーです。地下の螺旋階段の宝箱から現れるミミックを倒しましょう。証券、ロブオーメンを入手できます。敵討ち、九人衆戦。出向いてきたか。父上も敗北。おのれ九人衆。ジェラール皇帝誕生。魂が奮い立つようなこの力。総門攻略の前に後方の安全を確保する。ゴブリンの館はスルーでも大丈夫です。再び九人衆の館へ入って左側の部屋、暖炉の奥に七英雄の記憶があります。青い光の筋が目印です。親の仇、九人衆とのバトル。ようやく城を差し出す気になったか。撃破です。父ちゃん、やったぜ。この俺がやられるとは。北バレンヌ地方制圧です。さあ、先生探しが始まります。北バレンヌ地方の先生探し、最初の先生はアバロンの玉座の前にいます。術法研究所設立。術法研究所の受付カウンターに先生発見。大学設立後、大学の1階で先生を発見。総門の町にも先生がいます。北バレンヌ地方の先生、4カ所発見です。
続いて南バレンヌ地方です。マップからニーベルへ移動。畑にひっくり返った先生がいます。竜の穴へ向かいましょう。竜の穴の内部、テーブルに先生がいます。格闘家の依頼を受け、モンスターの巣へ。ブヨブヨした奴を撃破。喜ぶ格闘家。あのブヨブヨを倒しただと？再度、モンスターの巣へ。真ん中の赤丸、先生がいます。左側の赤丸、入手しておきたい宝箱があります。右側の赤丸、七英雄の記憶があります。向かいましょう。先生を発見。宝箱からニーベルの指輪を入手。体力が上昇するアクセサリーです。七英雄の記憶を入手します。格闘家もニコニコです。おう、固定ちょうど片付いたところだ。ミラマーの町にも先生がいます。これで南バレンヌ地方の先生、4カ所を制覇です。チークの協力を得て、運河要塞へ。中は迷路のように入り組んでいるので、目印を書いておきました。道中、宝箱から体験、妖刀達光を入手。セーブポイントの前の部屋から、スターストーンを入手。魔力を上げるアクセサリーです。最後になかなかの強敵バイカーを倒して南バレンヌ地方制圧です。存在であればここで始末しておきたかったが。今回の動画では先生を8カ所で発見しました。今後の動画でも先生探しを続けますので、ぜひ楽しみにお待ちください。それでは、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の温かいコメント、高評価が動画作成の励みになるので、残してくださると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。